鬼滅の刃柱稽古編第7話岩柱姫島行命見ていきたいと思います。岩柱の回なんだろう。今までの感じでいくと多分これは岩柱の過去編みたいな感じなんじゃないかな。わかんないから早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。長いな、なんか31分55秒ってなってる。長いぞ今回。よし、はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。お、なんだそんな急いで。映画みてえだ。朝出たよな。ってなんだ。テプラ。すげえ。ああ。すごい。あ。やべえ、なんかクソ急いでんな。なんだろう、無残動き出すかな。いやでもなんかもうそんな感じだろうな。なんだったっけあいつ、泣き目。あいつも、だってもうほとんどの、その、鬼殺隊の動きを把握したみたいなこと言うたろ。なんだったっけ ?9 割ぐらいだったかなんか。そんくらいじゃなかったっけ。そんぐらいはなんか把握したみたいなこと言うたような気がするけどな。だいぶ動くんじゃないの。無惨の方が動き出したか、親方様の方に何かあったかみたいな感じじゃないかな。チュンタロウどっからのあれだじゃ。親方様の何かかな。あ、まあ、今のシーンでしょ。チュンタロウが急いでピャッ。第7話岩柱姫島家本編開始。終わったか。
ここで村田さん出てくるのいいな。誰だ。こういうの感じ。
目見えない。強っ。うわ、捕まってんじゃん。
炭治郎がここまで言われるのって多分初めてじゃないか。違うかな。作用と重ねたか、炭治郎。ああ、親方様やばそう。大丈夫かな。おいで、えらい。うん。ザコが。強っ。お。根津子か。なんだ。なんだろう。おお。
うん。やばそうだなこれ。仲良くはしようとするんだ。やめとけ、バカ。なんだろうな。目か、目のやつじゃねえか。目だ。よう気づいた。いやー。様やばいっす今。うわ無残じゃん。じきじきに。音圧がエグすぎた、最後。歩くだけなのに。寺の子供たち、えげつねえな、また。
やべえってムさん動き出したじゃん。やべえ、こっち来ちゃう。来ちゃうっていうか、来ちゃった。いいや。はいや。あれ多分。まだなんかありそうだな、これ。多分まだなんかあるぞ。早いぞ。31分だろ。まだなんかあるな。噂話をプラスだとしても、だいぶ尺あるぞ。まだあるな、なんか。おーいって。そういえば、あれだ。どれ、あ、やばい、始まる。そのまんま。そのまんま。気づいた。おいです。いや。違う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 。なんでもうこっち来んだよお前。やばいって。やばい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 。急に明るくなっちゃった。カブトムシ。
終わんの？続くっていう字におはぎとカブトムシがいんな。柱結集。そらそうだろ。だって今親方様の目の前に無惨いんだもん。無惨こんな顔だったっけ？なんかちょっと顔違わない？こんな顔だったっけ？ちょっとよそ行きの顔なんかな。頭から、炭治郎が動かすでしょうで、伊之助も動かすでしょうで、俊太郎が持ってきたんだよ。内容は分かんないんだけどね。内容は分かんない。なんだろう。内容は分かんないんだけど。持ってきて、あ、どうしたっつって。これはなんかただことじゃないぞっつって。あと死にかけた時に村田さん出てきたの個人的にいいなと思った。それにしてもだよな、ちょっと岩柱の過去がエグすぎるって。命かけて守ったのにこいつが殺しましたって言われたんだろ。やばいって、しんどすぎるやん。いや、いくらその子供がまあね、ちっちゃい子だから混乱してそういう風に言ってしまったんだろうって。いや、それでもだろ、しんどすぎるやん。あっちゃならんことやん。でも証拠が残ってないんだよな。鬼がそこにいるんだったらいいけど、日の光でもうないもんな、鬼が。でもう混乱した作用の言葉としては、だってね、目の前であんなことやってたら、ああ、もしかしたらこいつが殺したのかもしんねえって思っちゃうよ。そっからずっと泣いてんのかな、姫島行宮は。おでこの傷も、その時につけられたやつなんだな。で、炭治郎のことを子供って言ったの、多分姫島行名が初じゃない？違うかな。音柱とかもなんか、なんだろうな、ガキみたいな言い方はしてたけど、なんかそれとはなんかちょっとニュアンスが違うじゃん。どっちかって言うんだったら、みんな今までその炭治郎のお兄ちゃんっていう部分にこう着目をしとったし、鬼になった妹を持つ兄っていう感じがあったけど、姫島行明はそのなんだ、炭治郎をまあそのお兄ちゃんではあるんだけど、まだ子供であるっていうところからの見方だと思うんだよな。いや、俺もあれだから、長男だから、俺炭治郎だからさ、妹もいるし、俺炭治郎だからさ、わかるんだよ、炭治郎の気持ちが。俺は長男だから俺炭治郎の気持ちわかるんだけどさ、で多分それでこれこの泣いたと思うんだよな、炭治郎も。なんかこうここまでなんか目に見える形でそのさ、子供として今まではやっぱその鬼殺隊に入ったからにはとか、妹を守る兄としてみたいな、そっちが強かったと思うけど、ここまでなんかね、疑り深いみたいなこと言ってたじゃん、本人もさ。だけどそこをこうね、うまいこと言ってんじゃないのかなと思って、それで炭治郎泣いたんじゃないかな、違うかな。まあ、でも姫島行明は姫島行明で、やっぱりそのやっぱこうちっちゃい子に対してみたいな。でも相当訓練してやろ、訓練っていうか特訓。あの体がこの体になるんだろ、相当じゃない。
原野またでかくなったか、気のせいかな。ザコがいらんことを言うなよ。で、全員マジでこれ何が起きた。手紙を読んだまではわかるんだけど、なんかこの血が出てるのってなんだろうな。なんかやべえっつってガンってやって、なんか一回落ち着くためになんかやったんかな。手紙なんて書いてあるんだろうな。このタイミング富岡義勇と実美がここでこうやってるっていうことは、最後のあれが時系列的にやっぱその後っていうあれならまだあれなんかな、動き出したが分かんないタイミングって考えたら禰豆子危ないの方なのかな。どっから陳太郎がそのあれ持ってきたかによるんだけどな。おはぎと抹茶かな、緑茶だったっけ、抹茶かなが好きなんだね。これちょっと怖かったな。サネミバッつってバッつって泣き目のあの数字が書いてある目玉で、それで入られたつって気づいて、まさかの無残よ。びっくりした。この門がこう開くの。音圧やばくない？ここ。映画みたい。映画。ずっと映画だった。すげえって思って。あの炭治郎があの竹林歩いてるところと、あとあの、風の呼吸と水の呼吸の、あの、お互いにこう、出てるのと、あとここの、無惨が歩いてるところと、でこっからエンディング入るんだけど、エンディングが終わんなかったんだよ。そのまんま上からこう、映画やんこれ。鬼滅頭おかしいよね、ほんと。何テレビで映画すんの、やばくない？テレビで映画クオリティがやってくるんだよ。なんだこのバケモンみたいな。すごいわ。そんくらいかな、気になったの。なんかあったっけな、なんか。俺が今パッと出てくるの、こんくらいかな。マジで、あの、善逸が読んだ手紙なんだよな。そこを知りたい。寺の子供たち。寺の子供たち。寺の子供たちでなんでこんなことになる。すげえな。何回か出てる人いない？多分違ったっけな。寺の子供たち。善逸大丈夫かな。で次回は何だったっけ、柱集結だったっけ。柱結集どうなるんやろうな。どうなるんやろう。最終回か。無惨がいる。まあでもこの流れ的にこのまま戦いはせんだろうけど、まあ集まりはするけど、どうすんだろうな。わかんねえ。映画をやりやがったな。なんだこれ本当に。すげえわ。まあでも次回最終回なんで。すぐあれなんじゃない？無限上編、いつとかわかるんじゃない？楽しみだね。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。ということで、鬼滅の刃柱稽古編第7話、岩柱姫島行明でした。ありがとうございました。
奈良に。